皆さんこんにちは、高校野球 .com の栗崎です。今回私は6月13日に桜シニアグラウンドで行われたリトルシニア日本選手権大会東関東支部予選にお伺いをさせていただきました。この大会は夏に行われるリトルシニア日本選手権大会につながる試合で、この日は東関東の決勝戦と3位決定戦の2試合が行われました。今回はその中から目についた選手を5名ピックアップさせていただきました。リトルシニア日本代表に選出された選手や元プロ野球選手を父に持つ将来性豊かなサウスポーが登場します。最後までどうぞお見逃しなく。まずは3位決定戦の水戸シニア対市原シニアの試合から、水戸シニアの左腕ぬかがわ光一投手をピックアップします。180センチ65キロの投手らしい体格から最速130キロの直球を投げ込むぬかがわ投手、ブレーキの効いたカーブとのコンビネーションが素晴らしく、この試合では4イニングを投げて4奪三振無失点の好投を見せました。速いまっすぐとキレのある変化球で押せていけるのがいいかなと思います。ストレートは自分でコントロールをできて投げれたんですけど、変化球がまだ精度がないので、そこを精度を生かしていければいいなと思います。世代ナンバーワンって言われるようなピッチャーになって憧れるような選手になると思います。東北楽天の涌井投手の下半身の使い方を参考にしながらここまで練習を積んできたそうですが、実はそんなぬかがわ投手、野球を始めたのはなんと小学校6年生の8月から。野球歴はまだ3年足らずで、ここからさらなる成長が期待されます。今後の活躍にも注目です。続いては決勝の桜シニアと市川シニアの試合から、市川シニアの宇野慎二郎選手を紹介します。176センチ74キロ、チームで主に1番打者を任される宇野選手は、俊足、強打、強肩と高い総合力を武器に活躍を見せています。元プロ野球選手の橋本佑コーチに指導を仰ぎながら地道に打撃力を伸ばしていき、現在中学通算本塁打は約20本、そしてこの試合でも豪快な一発を放ちました。バッティング面、バッティングとかそういう技術面が伸びたのはもちろんなんですが、その人間性というものをこの中学入ってからの3年間すごく伸びたなというのは感じています。そんな宇野選手ですが、なんと5月10日にリトルシニア日本代表に選出されたことが発表されました。日本代表の肩書きがついて今後はマークされることも多くなるかと思いますが、残りの中学野球では高校につなげていけるように日々を過ごしたいと宇野選手は語りました。その代表としてレベルの高い選手ばっかなんで、大暴れして頑張りたいです。続いては桜シニアの左腕新井大弘投手を紹介します。中日ドラゴンズでプレーした新井大達也さんを父に持ち、桜シニアの左のエースとして活躍する新井大弘投手、春季全国大会、春季関東大会と春先は打ち込まれることが多く悔しい思いをしてきたそうですが、この日は別格の投球を見せます。4回途中からマウンドに上がると、キレのある直球とブレーキの効いたスライダーをコーナーにビシビシ決め、打者10人に対して無安打8奪三振の快投、相手打線の勢いを見事断ち、チームの優勝に貢献しました。
調の要因にはメンタル面の成長を挙げる新井大投手。最速128キロの直球もまだまだ伸びしろを感じさせます。今後の投球にも注目です。また4番で先発投手を務めた西崎選手も投打で存在感を見せます。先発投手としては4回途中までに5失点と本来の投球ではありませんでしたが、伸びのある直球を披露し、また打者としても本塁打を含む3安打と活躍。潜在能力の高さを十分に感じさせました。またその他には3番ショートの石塚雄生選手が非常に強いスイングが印象的でした。この日はヒット1本のみで、また守備でも送球ミスが出るなど、石塚選手は悔しさを見せましたが、試合後の打撃練習では快音を響かせ、残りの中学野球の大会に向けて強い思いを口にしました。バッティング面ではスイングが練習して速くなって、当たった時には打球が遠くに飛ぶようになったと思います。守備面では、まだまだミスは目立つんですけど、前に出たり積極的なプレーができるようになったと思います。いや、まだまだチームに活躍で貢献できないところがあると思うので、もう最後の大会後悔が残らないように、自分の持っている力を全て出し切って高校野球につなげていきたいと思います。ということで、今回は6月13日に桜シニアグラウンドで行われたリトルシニア日本選手権大会の東関東支部予選にお伺いをさせていただきました。大会はまだまだ続くかと思いますが、今後の活躍も期待したいと思います。高校野球 .com では中学球児、高校球児の皆さんにとってためになる動画を毎日配信しております。今は情報が簡単に手に入る時代ですが、球児の皆さんにとって一番大事なことは継続して続けることだと思っています。ライバルチームの情報や甲子園を沸かせた先輩たちの金言を聞くことによって、日々のモチベーションにしていただければと考えております。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。